10分後に行われるチャオ。時間になったらゲートに集まるチャオ。はっ、すごいよソニック、いつの間にそんな技を覚えたの？それが地上最速の走りってやつか。お前は見せてもらったよ。確かに普通に走れば速いかもしれんな。だがエクストリームギアに乗るとなったら話は別だ。ギアは風と一体になれたやつが一番速い。翼のないお前じゃ風はつかめないぜ。せいぜい地面に這いつくばって頑張りな。何なんだあいつは。さあな、ただあいつの自信は口だけのハッタリじゃない。俺もこのままで勝てるかどうか。まさかこんな素人みたいなセッティングで参加するなんて。ごめんソニック、僕がまだボードの性能を 100% 引き出せてないから。ヘイテイルス、お前のせいじゃないさ。ううん、うん、悔しいけど相手のメカニックはすごいセンスを持ってる。ソニック、きっと相手のギアの速さの秘密を見つけてくるよ。